おはぴやーどうもひなぴよです。はい、本日も絶望プリズンの続きやっていきたいと思います。前回の続きからで第3章の絶望裁判が始まるぜ、動機全然分かってないぜ、やべーってところですね。よし、始めましょう。消費して進む挨拶はふざけましたね。絶望裁判開始。今回の問題、泣きながらヤンキーを襲っていたのはなぜか。とりあえず一回回答文見とくか。しんのすけはさゆりにふんらを抱いていた。その理由は自分を恨んでいたヤンキーに腹いせとしてさゆりが何しんのすけはさゆりにふんを抱いていた。その理由は自分を恨んでいたヤンキーに腹いせとしてさゆりがふんをしまった。それによりさゆりは大会に出られなかった。だからヤンキーを手当たり次第に襲った。あ、それによりさゆりは大会に出られなかった。なんだろう、わかんないな。ちょっととりあえず質問見ていくね。あなたは過去に後悔していることがありますか？さゆりと付き合ってましたか？あなたはよく泣きますか？さゆりは悪いことをしましたか？あれは嘘泣きでしたか？嘘泣きなわけねえだろどんだけバカな質問なんだよ。さゆりにうんを抱いていた。嘘、ちょっとなんか違う気がするから新しいカード引くか。これはさゆりに暴力を振るいましたか？いや、振るってないね。これはさゆりのことが好きですか？これよ、これよ。Yes! あれ、でも確信には迫らないんだ。最初のカード、これ、あなたは過去に後悔していることがありますか？でもこれは普通にイエスってなるだけでしょ。でも一応やるか、カード。あ、間違えた、カードを引くじゃないよ。これこれこれを当てたかったんだけど、でも新しいカード見るか。ヤンキーが憎かったですか？うん、これはイエスだろうね。でこれを質問するか。あ、イエス、そりゃそうだよね。ちょっと確信に迫る質問ができないな、なかなか。ヤンキーを襲ったのはさゆりと関係がありますか？いや、そりゃそうなんだよ。イエスだろうけど。あ、確信に迫る質問。あ、これが確信に迫るんだ。イエース。質問レベルがアップしました。新しいカード引く。これは、さゆりがマネージャーに転向したことに関係がありますか？関係あるね。いや、あ、でもこれは質問する意味はなかったかもしれんな。さゆりは陸上に対してやる気がなくなっていましたか？そんなわけないよね。カード引こう。お、答えが分からなくなったらなるべくは、ん？答え分かってないからだよ。さゆりがマネージャーに転向した理由は怪我ですか？怪我ですか？おー、確信に迫る質問。やっぱ怪我してたんだね。いやいやですね。一応レベル3の質問を見て、ちょっとなんか違うなって思ったら回答をしてみようか。さゆりはあなたのせいで怪我をしましたか？あー、いやーだよね。ちょっと回答しよう。一回回答しよう。いいよ。しんのすけはさゆりに罪悪感かな、罪悪感を抱いていた。その理由は自分を憎んで、自分を恨んでいたヤンキーに腹いせとしてさゆりがバカにされて、奪われて、襲われて、嫌われて、襲われてしまった。それにより、さゆりは、はっ、やる気をなくして、妊娠して、調子を崩して、足を怪我して、足を怪我してだよね？怪我してであってくれよ。2番目とかだったらちょっと、もう泣いちゃうよ、私。
だから、復讐？復讐？責任転嫁？責任転嫁のため？何？いや、責任転嫁じゃないでしょ。だってけじめつけてたもん。だってお金渡そうとしてたもん。復讐としてじゃない？これでやってみよう。丸丸丸丸、よし、やりました。ドッペルゲンガーの真相を暴いた。あー、 A か。クソ、残念。まあ報酬ゲットできないから関係ないんですけどね。結構あっさりしてたな、今回の絶望裁判は。ライフを2消費して次のパートに進む。九条慎之介くん、君がやっていたことはさゆり先輩に対する罪滅ぼしだったんだね。ああ、そうだよ。さゆりと俺は実は幼馴染なんだ。当たってた。あの真面目そうなさゆり先輩とあなたが？意外。なんだと？ごめん、なんでもない。さゆりはガキの頃から俺のことをいつも心配してて、よく俺の家に来て学校に来いとか指図しててよ。本当に世話焼きなやつだったんだ。だがそのせいであいつは怪我をさせられてしまった。先輩が世話好きだから怪我した？どういうこと？俺は昔から喧嘩ばかりしていて、いろんなヤンキーたちをぶちのめしてきた。だからいろんな奴らから恨みを買っていたんだよ。そして、ああ、そういうことか。そしてそのうちの誰かがさゆりを俺の女だと勘違いしやがって、夜道でさゆりを襲いやがったんだ。直接俺に復讐してもかなわないと思ったからだろうな。そしてさゆりは足を怪我しちまった。あいつの怪我は結構重傷で、高校最後の大会にも到底間に合わないほどの怪我だった。そっか、だからさゆり先輩は急遽マネージャーに転校したんだ。ああ、さゆりは最後の大会は絶対に優勝するって、あんなに一生懸命練習してたのに、俺みたいなバカのせいであいつの努力が無駄になるなんて、そんな自分が許せなくて。でもどう償えばいいかわからなくて、そして俺というドッペルゲンガーが生まれたんだ。これが俺の生まれた理由だ。じゃあ君が何人もヤンキーたちを襲っていたのは？もちろん、さゆりを襲った奴をぶちのめすためだ。さゆりが夜道で襲われた時、あたりは暗くて、そいつが誰なのかわからなかったらしい。だから、俺は手当たり次第に、それらしい奴をぶちのめしていたんだ。なんとまあ、大胆ですね。じゃあ、あの公園で渡してたお金は？ああ、あれはヤンキーたちから巻き上げた金だ。あ、巻き上げた金かい。なんだ、働いて稼いだ金かと思ったよ。あの金で少しでもさゆりの治療の足しになればと思ったんだがな。まあ何度渡しても受け取ってはもらえなかった。なるほど、全ては罪滅ぼしのためにやってたわけだな。なあ、何？俺はこれからどうなるんだ？これから、ドッペルゲンガーの君は浄化されて、しんのすけくん本人は助かるはずだけど。そうか、それならお前らに頼みがある。このまま俺を浄化しないでおいてくれないか？え？は？お
前、自分が何言ってるか分かってんのか？ドッペルゲンガーであるあなたを浄化しないと、本人である九条慎之助は死んでしまいますよ。それでいいんだ。はあ？何言ってんの？ちょっと待ってよ。どうして死ぬなんて。俺は取り返しのつかないことをしてしまった。あいつは俺にずっと優しくしてくれてたのに、いつも俺を正しい道に戻そうとしてくれていたのに、俺はもうこれ以上あいつに迷惑をかけたくない。もし俺が助かったら、またあいつは俺の世話を焼こうとする。俺はあいつにもうそんなことをさせたくない。だったらもういっそ俺が死んでいなくなった方が、せめてもの償いに。しんのすけくん、そんなの間違ってる。死ねば償える、そんなこと本気で思ってるの？さっきから聞いてればいろいろ自分勝手すぎない？私はさゆり先輩のことはあまりよく知らないけど、先輩と話しててあんたのことを恨んでいるなんて一切感じなかった。むしろあんたを心配してるように見えたよ。心配？そうだよ。多分先輩はあんたのことをずっと気にかけていたんだ。その証拠に先輩は陸上部の人たちにマネージャーに転校する理由を言ってなかった。それってあんたを守るためだったんじゃないの？そんなの綺麗事だ。さゆりは俺のことを。ったく、この泣き虫、ほんとめめしい男。てかさ、もしここであんたが死んだら、それこそ先輩は責任を感じるんじゃないの？どんだけ自己中なんだよあんたは。とにかく私もこんな偉そうなこと言えないけど、ちゃんとさゆり先輩と話しなよ。お前そうだな、お前の言う通りだ。俺はめめしくて本当に自己中だ。そしてこの後に及んでまたさゆりを傷つけようとしてしまった。すまない。ふん、それは私に言うんじゃなくてさゆり先輩に言う言葉でしょ。確かにそうだな。しんのすけくん。おい、そこの管理人。なんだ？俺を浄化してくれ。ということは、生きることを選んだんですね。まあ、そうだな。おい、そこのチビ。私？ありがとな。別に私は当たり前のことを。どうやら話はまとまったようだな。これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。それでは浄化を開始します。穏やかな顔してるね。浄化完了、クリア。俺はね、難しい問題だよね。どんだけさ、その気にするなとかさ、気にしてないって言われても、こっちとしてはもう怪我させてしまったっていうこの罪悪感っていうのがね、どうしたって抜けないと思うから、これからそれをもう償うために、その正しい道を進むっていうことを選べばいいんじゃないかなって思う。
まだ進めるかな。ちょっとこの残りのハート2を使って進みます。そしてしんのすけくんのドッペルゲンガーは光となって消えていった。浄化完了です。はあ、なんか疲れた。しんのすけくんを説得できたのはまちちゃんのおかげだね。別に私はちょっとムカついただけというか、とにかく自分が言いたいことをぶちまけただけ。次しんのすけくんと会うときは気をつけないとですね。自己中とか言ってしまってましたし。やば、あいつが根に持つタイプだったらどうしよう。根に持つタイプな感じするね。なんかね、ちょっとめめしいからね。そんなことで怒るタイプじゃないと思うけど。あ、まあ確かに。そうだよね。まあいろいろ言っちゃったけど、しんのすけって見た目の割に本当は真面目でいいやつなんだなって思った。うん、全部さゆり先輩のことを思っての行動だったもんね。なんだなんだ、お前らずいぶん仲良くなってきたな。青春ってやつですね。いいな。ま、お前には友達な、まあお前には友達なんていないもんな。この調子で引き続き頼むぜ。それでは約束通りあなたの記憶を戻しますね。うん、じゃあ行くぜ。パチン。相変わらずビンタされたね。指の音が鳴った途端、俺は急にめまいがしてその場に倒れた。今回はどんな格好かな。今日もみんなで遊んで楽しかったな。ああ、まさき。まさきって誰だったっけ？もう忘れちゃったよ。ああ。明日も遊ぼうぜ。いいね。まさきくんはすごいね。頭もいいし、友達も多いし、みんなをまとめるリーダーって感じで、女子にもモテるし。なんだよ突然。それに転校してきたばかりの俺を誘ってくれて、こうやって仲良くしてくれるし。そんなに言われると照れるな。ほんと、まさきくんってスーパーマンみたいだ。正直家では全然そんなことないんだよ。え？うちの親市議会議員でさ、かなり厳しいし世間体をかなり気にしてて、家では親の言いなりのいい子なんだ。そうなんだ。まあ少し厳しいけど、そこまでひどい親じゃないからね。迷惑はかけられないから家ではおとなしくしてる。まさきくんにそんな一面があったなんて意外。でもとにかく俺はまさきくんたちと友達になれてよかったよ。どうしたんだよ突然。おい、二人とも早く行くぞ。あいつらも呼んでるし早く行こうぜ。うん。俺は目を覚ますとバーのソファーで横になっていた。今の記憶はまたまさきくんという子が出てきた。おそらく俺の中学時代の記憶だろう。クリア。はい、5時の回復を待ちたいと思います。ゼロになっちゃったね。じゃあ今回はこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。なんだろうね。なんかまさきくんとそのはてなはてなはてなが結局自分なのかどうかもわかんないしね。もしかしたらまさきくんがさ、信之くんかもしれないしね。ちょっといろいろわかんないところが多すぎるけども、次はじゃあ第4章に行くのかな。だししんのすけくんは学校に来てくれるといいね。ってことで、じゃあ次回に続きます。おつぴょです。